こんにちは。こんばんは。7月も終わり、中断も終えてリーグ戦も再開となりました。先日、中断期間の移籍を簡単にですが、まとめた動画を作りました。さすがにもう放出側の移籍はないだろうと考えていましたが、試合前日の8月2日に酒井匠の福島への期限付き移籍が発表されました。これでこの夏の期限付き移籍は5人。加入は2名となり、西登録を除けば人用は25人となっています。少なすぎだよね。そうですね。怪我人でも出れば練習試合にも支障が出る人数です。その話はどこかでするとして。今節の対戦相手は栃木 SC。試合前時点では降格圏の19位。ロアッソとの勝ち点差は6。互いに降格などがあってしばらく期間があって2022年から同カテゴリーに戻ってからはロアッソの3勝2分けと相性のいいクラブの一つでした。栃木は少し前に監督を交代。近年で言えば北九州で監督などを務めた小林監督が現在は率いています。夏の移籍市場ではガンバ大阪よりディフェンダーの坂を完全移籍で獲得。その後、徳島よりヒョンリを。そしてこの試合には登録がまだでしたが、柏より山本が加入しました。ざっと見た感じセンターラインを強化してきた感じだね。そう見えますね。さて、やばいぐらい暑かったこの日ですが、ロアッソのスタメンはこちら。中断前のジェフ千葉戦からは1名が変更。怪我で離脱していた藤井がトップ下に入り、伊藤はサブに回りました。基本的に戦い方はそのままという感じに見えました。ちょっと中断期間に変な方向に行ってしまわないか不安でした。とりあえず良かったと思いながらも気になったのは栃木のスタメン。栃木は後ろは3人です。そんな頻繁にスタメンを見てはいませんが、後ろは基本的に藤谷と平松と、ラファエル。そこに福島がたまに入る感じです。中央は平松です。この試合では夏の補強の坂がスタメンで、福島が中盤の右に入りました。スタメン見た時にどこに入るのかと思っていました。後から見てみると昨年に試合やっていたようですが、何か意図的にやって、来たんだと感じていました。そして試合開始。パッと思ったのは低い位置から前に進めない。しばらくして気がつきましたが、この試合では栃木の宮崎が守備陣に、アンカーの上村に対してついてくる。後ろからビルドアップするロアッソですが、後ろ3枚とアンカーが、組み立ての中心です。そこでアンカーを遮断されるとうまく組み立てできない。一定ラインを越えて前に進むと関係なくなりますが、今まで何度となく、行われてきたロアッソ対策の一つです。この試合は特に前半栃木の最終ラインの裏を取れたこともあり、上村を経由せずに石川に当てて裏、もしくは右の二人が長いボールで、裏を取ることでペースを握りつつありました。ただ節目が変わるよね。そうですね。ラファエルが負傷交代。交代で大森が入りました。大森ってサイドアタッカーのイメージがありましたが、そのまま、最終ラインに入りました。試合後に見てみると加入3年目。初年度と今年はサイド。2年目の昨年はセンターバックをしていました。私はラファエルが怪我した時に福島を最終ラインに移してサイドに人を入れると思いました。そんな中でスクランブル出場の大森が、セットプレイからダイレクトで、合わせて先制点を挙げました。押している中でおそらく初シュートが先制点になります。なんかあるあるよね。ぬるっと失点するの。後から見直してみるとこの場面はキッカーが蹴る少し前まで、大森のマークはいないように見えます。そこに豊田が気がついたのか寄ってくるのですが、大森と平松が、クロスするように走ったため、フリーになって打たれてしまいました。なんか細かいところの甘さって感じよね。そうですね。結果としてこの試合では2失点とも2セットプレイからでした。アンカーへのパスを奪われてシュート打たれる場面もありましたが、ボールも保持してシュートも多いのはロアッソ。この試合は簡単にと言ってしまうと言い方悪いですが、裏が取れるので、シュートチャンスは多かった。長いボールで右サイドを攻略します。ただ枠に飛ばせない。最終的に20本打って枠内は2本。最大のチャンスは庭のビッグセーブに合います。良かったところはアンカーを遮断されても長いボールなどでチャンスを作れたこと。悪いところはそれを活かせなかったこと。
そして左サイドで起点を作れなかったことだと思います。この試合で栃木が右サイドに普段はセンターバックの福島を起用したのは、やはり守備面でのことなんでしょう。試合終盤に松岡が入ってきてスピード勝負を仕掛けるまでは左からの、クロスなどはほぼ入らなかったのではないでしょうか？後半はあれだけ起点になっていた右の大本と遠山は目立たなくなります。この猛暑で何度もスプリントした影響でしょうか？スタッツ的にはそこまでではありませんが、かなり栃木にペースを握られた気がします。怪我人で交代枠を使った栃木はハーフタイムから積極的に交代を仕掛けてきました。ロアッソは右の勢いがなくなる。ロアッソはパス数がよく言われますが、基本はサイド攻撃なんですよね。サイドで幅を取って相手を広げて中のスペースを使う。最低限どちらかのサイドの優位性を保てないと一気に勢いは落ちると感じています。この試合は栃木の右、ロアッソの左は試合通して明確に対応してきました。右も前半は良かったものの、後半は良くなかった。もっと早く交代していれば違ったのではないかと思ってしまいます。交代は試合を決定づける2失点目を失ってからでした。そのタイミングは右は手をつけませんでした。右に手をつけたのは38分です。2失点目で試合を決定づけるってのは早いんじゃないかと思われるかもしれませんが、私はそう思いつつあります。ロアッソの失点は再びリーグワーストの43。得点はリーグ9位の30です。ただまあ25試合で無得点試合は10。4割の試合は無得点ですね。逆に言うと得点した試合では平均で2点取ってることになります。固め取りが多いです。冒頭で話をした坂井もプロ入り後に怪我人が出てセンターバックにコンバートされたタイプですが、夏の移籍期間で本職と呼べる。センターバックはいなくなりました。思うのは年々ロアッソは偏ったチームになっていってると思います。例えるならばじゃんけんでチョキに特化してきています。グーもパーもあった昔から今は本当にチョキに特化して他は捨てて、言っているそんな感じ。もちろんグーに対してチョキで勝てるのもサッカーです。ただパーに対してチョキで勝てないのもサッカーだと思います。ただチョキに特化しまくった結果で、刺さるチームには刺さるけど、刺さらないチームには刺さらない。そんな感じにどんどん進んでいる感じがします。果たしてそれは進化なのか退化なのかどうなんでしょうね。さてさて、次節はアウェイを終えた戦。お盆の関係で私はいけません。なんか今年は近場アウェイと相性が悪くていけていません。行かれる方はお気をつけて。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。